はい、カパーチェ袋、カッパ園長です。じゃあまず最初は、某国の人が、これ G7 についてですよね。失敗した後進国の日本が、あともう唯一誇れるのは G7 の枠の中にいるということだけなので、だから日本は G7 拡大に反対していると。まあそういうことを言ってるんですよね。まあ、なんか失敗した後進国の日本の奴らが唯一誇れるのはもう G7 の枠の中にいるということだけなので、必死に反対してやがる。わら、みたいなね。でさらに G7 加盟国であるイタリアが、最近、我が国と一人当たりの国民所得が逆転したことが日本でも知られているので、さらにあがいている最中。約束を守らないからだのなんだの、我が国は参加させたらダメだからと、自分たちで妄想している、別に力もないお前らの立場はもう別に関心も必要ないしアメリカがしようといえばするだけ、そしてあえて社交界でしかない G7 には入らなくても別に構わないし G7 に入ってるイタリアは、今や我が国の下に下落してるじゃないかと、まあこう言ってるわけですよね。それに、その割には随分と G7 にこだわってますよね。で、まあ、ここから僕の人たちの反応ですが、日本の奴らよ、先輩たちの立場を考えず意地を張っていたらお前らが追い出されるぞ、わら、とかね。日本はまあ、我が国が良くなる姿を見てられない奴らだから、とか。日本はもう確実に余裕がない国なんだね。それなりにうまくいっていた国が本当にたくさん壊れてしまったみたいだね、とか。実は日本の亡国牽制は60年代70年代にもありました。今になって苛立ちが見えるだけですとか、我々は黙ってるのに G6 は拡大しようと主張し日本だけが激しく反対している状況ですね、超コメディだねとか、稚拙な奴らだとか、アメリカイギリス兄さんたちはあなたたちと考えが少し違うみたいだねとか、なんだちょっと次意味が分かんないな、放射能コロナで堤防が崩れながらも、我が国だけはダメだと大騒ぎするのを見ると本当に、松ぼっくりみたいなやつらだ。これはちょっと意味がよく分かんないな。松ぼっくりみたいなっていうの初めて聞きましたね。日本の奴らがいくら反対しようがしまいが関係ないけど、本当の戦争が起きたら右翼犬野郎たちをみんな捕まえて、吊るして、なんか送りつけてやりたいね。ちょっとこれも意味がよくわかんないな。高度の外交的レベルでなら あんな日本のこだわりがかえって、我が国には国益になる。日本の反対で G7 には入れないが事実上 G7 級だと全世界が認識、国威が上がる、中国包囲網に参加しないのは我々の意思でしないのではなく日本が反対してアウトになったと。で、次がそうですね、損することはないですね。で、お互いの意見を尊重し、日本は抜けて我が国が入ればいいですね、と。まあ、いつも通りかな。まあ、強がりの妄想とでも言いましょうかね。うん。まあ、常任理事国と違ってね、だって西側連合の G サミットに、レッドチームがね、正式メンバーとして入れるわけがないんですけど、まあ今度のどうしてもこのイギリスにね、ゲスト参加の本来の目的、ね、意味するところがやっぱり分かってないんですよね。うん。だって他にね、このゲストとして某国以外にオーストラリアもインドも呼ばれているわけでしょ？なぜ某国だけ入れると思って信じて疑わないのか。ね、謎の自信はどっから来るんですかね。まあいつもそうなんですけども。うん。だから多分ね、この元になってるこの G7 絡みのこの記事も見ていないと思うんですよね、この人たちはね。この英国初のこの G7 サミットの記事なんですけどもね、この G7 サミットに、まあ、某国、インド、オーストラリアを招待。で、イギリス政府はこの3カ国に G7 共同憲章への、署名を求める考え。だからフランス、イタリア、ドイツも、日本と似た見解を示していてってあるんですよね。うん。日本と某国の対立構造でもないし、英国が招待したいのは某国だけでなく、インドとオーストラリア。反対してるのは日本だけではなく、フランス、イタリア、ドイツ。で、この記事を見る限りだと、G7 がね、反中国家連合と化すと書いているんですけどもね。うん。もうこれ随分前から言われてるんですけども、某国の人たちは反中国戦線に
ねえ、参加できます？普通に考えて。うん、まあドイツイギリスも大反対しているのにね、うん、まあ結局日本しか見てないからこういうことになるんですね。こういう反応なんですよね、うん、まあ G7 はほぼね、っていうかまあ全部ね、この例えばノーベル化学賞を多数受賞した国々ですよね。某国はゼロ。例えばこの時点でもやっぱり仲間に入ることはできませんよね。うん、じゃあ仮に、じゃあ7をね、まあ9なのか10なのか11なのか12なのか知りませんけど、拡大するとしましょうよ。ねえ、うん。いや、某国の席はないでしょ。普通に考えて。いや、日本と同行っていうのは全部取っ払って考えてもですよ。客観的に判断して。うん。だってね、このドイツとフランスが入っているからね。まあ確かに、うん、この微妙にこの反中国国家連合ね、怪しいところが全くないわけではないですけどね。うん。まあオーストラリアはちょっとね、まあ石炭の件、あの辺からね、特にこの戻りつつあるように見えますけども。一方じゃあ、その、じゃあカナダなんかも結構怪しいですよね。うん。まあ何にせよね、買い物しておいて代金未払いで国際法をね堂々違反するような、そういう国は当然入れませんよ。 G7 ね、 G7 に限った話じゃないですよ。 CPTPP だってとんでもない話ですよね。うん、まあ G7 は加盟国の同意がないと入れませんし、これは CPTPP も一緒ですよね。うん、まあこれ G7 ね、まあウィキかなんかでこうね、ちょっとググって調べれば、いくらでもその、なんていうの、話の前後というか、ね、これまでの流れなんか、誰でもね、検索すれば調べられるじゃないですか。うん。当然ご覧になったあなたもね、一回ぐらい目にしたことあると思うし、知ってると思いますけど、もともと国際連盟のこの常任理事国になったことのある国は、日本、英国、フランス、イタリア、プラスドイツ、ソ連だったでしょ。で、これにアメリカ、カナダを加えて G8 になって、で、ロシアを抜いて G7 じゃないですか。つまりこの G7 って戦前の列強国ですよね。まあカナダが入っているのは、まあご存知の通り、アメリカが孤立を恐れてカナダが入れるように主張したためでしょ。まあ経済が大きいだけで選ばれたっていうわけじゃないですよね。そもそもがね。うん。つまり、どう考えてもね、某国はね、チャンスないですよね。ワンチャンもないです。ね。ないです。ゼロですね。まあしょうがないですよ、それが現実なんでね。いや別に意地悪とかね、嘘でたらめ言ってるわけじゃないですからね。彼らがどんだけ泣き叫んだところで、声を大きくしたところでね、日本一国がねノーね、反対しただけでね、 G7 もそう、さっきも言ったけど TPP もそう、入れないんでね、これが確実で、これが現実なんで、だから諦めてくださいって言ってるんですよね。うん、あとはまあ彼らの大好きなお金の話で見ていってもそうですよね。ブレトンウッズ体制の後のことを考えると、この G5 ね、財務省会議がスタートのこの経済会議じゃないですか。だからまあ国際通貨ね、要は基軸通貨とかとね、全く無縁の国にそもそも用はありませんよってことですよね。しかしまあことごとくね、うん、このね、このありさまでっていうか、あのありさまで G7 とか CPTPP ってね、よく言えますよね。まあだから笑えるってやそうなんですけども、まあ某国国民が倫理的霊的に生まれ変わることを望むね、偉い人が言ってましたよね。うん、だからもう世界中のね、ありとあらゆる国地域の、要はもう重要人物、うん、まあ国のね、指導者だったりとか、そういう立場にある人たちは当然わかってるわけですよね。うん、まあ要は必要ないってことです。 G7 にも TPP にもね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。